で、こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、実は僕の友人にスターシードがいてですね、ちょっとスターシードの友人と対談動画を撮りたいなと思ってちょっと今日やってます。で、なおかつですね、ちょっとね、この彼女がですね、大阪に住んでいて、なかなかちょ、ね、今コロナの状況で直接会えないので、実はですね、さっきも一本動画撮ってて、で、オンライン飲みをしながらですね、二人とも撮ってるというですね、ちょっと今までにない展開で撮ってます。はい、僕、ウイスキーを飲んでます。はい。ということでですね、まあ僕の友人でですね、通称僕がですね、リアルメーテルと呼んでいるですね、はい。もしかしたら過去僕の公式 LINE とかブログとかで、ただツーショット写真を、あげたことがあるので、見たことがある方がいるかもしれません。はい、うん。そのちょっとリアルメーテルのミカちゃんを紹介したいと思います。どうもミカちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもミカです。はい。はい、こんな感じのですね、この金髪の美人スターシードなんですけれど。ありがとうございます。はい。ただ、中身はメーテルとはだいぶ違うかなというか。はい。はい。はい、まあ、実は言うと僕らですね、そう、スターシードで、なんですけど、実はスピリチュアルとかを僕らお互いに覚醒とかする前というか、それ前から実はね、知り合いなんです。共通の友人がいて、そのね、ホームパーティー、お花見ですね、お花見で出会ったりとかしているので、っていうので、で、実は二人とも別々でですね、スターシードとしての覚醒をして今に至っているので、で特にミカちゃんやっぱ女性側としてですね、どういった形でスターシードとして覚醒したのかななんて、お話を実は聞いてみたいと思ってて、で、それがきっとですね、今日ご覧いただいている中でもしかしたら私もスターシードじゃないかななんて思う方の、なんか今後のヒントになるんじゃないかなと思うので、そんな感じでお話を聞いていきたいと思います。はい。じゃあちょっとなんかミカちゃん、自己紹介というか、はい。まあ、はい、はい。してもらってもいいですかね。私ちょっとあまり他人からの自己紹介であんまりやってないからあれだけど、はい、まあそのまま私はまあ、ミカっていう名前で、今まあ、ブログと、私はそのスピリチュアル系のブログと YouTube で、ちょっとお話とかね、スピリチュアルのお話、主に、まあ、覚醒にまつわることとか、はい、まあ、そのいろんなスピリチュアルに関するいろいろなその時々の私がこう、まあ、直感で降りてきた感覚でお話ししたり、ブログ書いたりっていう感じでやってるんですけど、最近はもうほとんどこのコロナが始まってからもうほとんど YouTube ばっかりなんですけど、はいはい、そうだな、まあ、ヒロさんはね、このなんていうの、そのツインレイとかそういったね、うん、ライトワークとかツインレイですね、そうそう、ライトワークとかツインレイの、うん、ことに関することをこうされているけれど、私はそのヒロさんみたいに、なんていうのかな、カウンセラーとして 100% 活動してるわけではなくって、私の場合は、普通に、まあ、二足のわらじで、普通に副業してお仕事してて、でその傍らこう YouTube 撮ったりとか、たまに個人セッションとかあったりしたらやっているっていうような活動状況ではあるんですけど、はい、うん、そうですね、私の場合はその、まあ、私は能力者では別にないので、そのなんていうのかな、私は覚醒して1年になるんですけど、1年3ヶ月ぐらいかな、2019年の4月に覚醒して、うん、でそれからその1ヶ月後にはもうブログ書き始めました。ブログ書いて、でやっぱりアウトプットするとインプットをいっぱい最初するじゃないですか、覚醒すると、はいはい、でその情報をアウトプットして、自分がもうその段階でも1ヶ月後の段階でライトワーカーっていう自覚がもうあったんですね、うんうん、はい、急展開ですね。そうなんで、私の場合はその1ヶ月、4月から5月にかけての目覚めが目覚ましくって、急速にこう目覚めていって、もうライトワーカーとして活動しようみたいな感じで、うん、まずはできることからと思ってブログから始めて、はい、で、まあ、数ヶ月後にはその YouTube もちょっと撮り始めてっていう感じで今に至ってます、うん、素晴らしいですね。そう、
ですね、なんで今日こんなお話をしたかったかっていうと、そのね、スターシードかもしれないとか、まあもちろんこれスターシードじゃなくて、天使とかエレメンタルとかもいらっしゃるし、まあライトワーカーの目覚めっていうのもあるんですけれど、ただ、この覚醒って言っても、これとても抽象的な言葉で、前も僕、別の動画でもお話したんですけど、なんか、僕がね、思ってる覚醒っていうのは、本当にこうやって行動して、自分がライトワーカーとしてっていう、僕とかミカちゃんの状態のことだったんですけど、多くの方が思ってる覚醒って、実は、なんか、スターシートかもしれないとかっていう、気づいた段階の方に捉えてる方が多かったんですね。で、ただ、そこの状態すごい悩んで迷って動けてないっていう方が多くて、イメージとして言うと、アウェイクニングで目は覚めたんだけど、まだベッドの上、こうベッドでこう、まどろんでいる状態で起き上がってないよって方が結構多いなっていうのがあるんですよ。で、それで言うと、やっぱそこからすでにね、起き上がって、すごい行動力でミカちゃんは今の状態に入ってたんで、なんかね、そう、実際その、まず覚醒がどんな感じだったのかっていうのを最初にまず聞きたいんですけれど、どんな覚醒体験だったんですか？そうですね。これ話すと何時間かかっちゃうから、すごい端折って言うと、簡単に言うと、その私はその2018年の末ぐらいから、ちょっと仕事で悩み始めましたと。はい、で、それから恋愛でもその当時、同じタイミングぐらいでですね、恋愛のこともちょっと当時遠距離恋愛でちょっと悩んでたんですね。でどっちもうまくいかなくって、 でもやっぱり一番大きな仕事で、どうしたらいいものかってことで、もう私結構もともとロジック思考が強かったんで、この仕事がうまくいかないのはロジック的にうまく構成すればうまくいくはずだみたいな感じで、もう私の中でもう脳科学とか心理学を分析しまくって、それを自分のエクセルデータに蓄積して検索もできるようにしたんですよ。大項目、中項目、小項目で、なんと、理系上っぽい感じですね、非常にもうゴリゴリだったんですよ。もうロジックゴリゴリで、しかも私は結構、ちょっとずうずうしいので、今仕事がうまくいってないのは上司にね、こういう原因でこれをやったら絶対うまくいくと思いますみたいな感じで、そう言っちゃったんですよ、相談した。すごいすごい。で、上司もなんだかなだね。そう、なんてふてぶてしい部下でね、本当に。すごい、そう。でね、でもそれをね、上司に言ったらね、それが私の気づきではあったんですよ。私の上司は外国人だったので、その、ミカって言われて、そのことを僕は知ってるんだよって言われて、でもね、分かっててもできないこともあるんだよみたいな風に言われて、それかーと思って、そこで当たり前じゃない、だって人間だもん。でもそんなことを忘れてしまうぐらい私はゴリゴリに左脳で物事を捉えてたの、その当時。で、そうだよね、人間だよねってそこで気づかされて、その一言で、そうだ、左脳じゃないんだって思って、人の、だって世の中っていろんな、ね、人間とか仕事があるけど、じゃあそのロジック通りに全員がそれ完璧にこなせたら全員うまくいってるはずじゃない、なんでも。でもこの世の中ってそうじゃないよねって思って、それで気づかされて、そこから右脳を調べ始めたんです、右脳について。で、右脳系に調べてったらスピリチュアルの情報絶対行き着くじゃないですか、潜在意識とかいろんな、もともとスピリチュアルな家庭では育っているっていうのもあったから、宇宙についてとかの、仏教徒だったんで、もともとうちが、その基礎知識みたいなものもともとあったんですよね。大我と小我とかそういう前提、宇宙の話とかはなんとなく分かってて、その前提で、そのスピリチュアルのとこ調べてったら、覚醒情報に触れるようになったんです。最初はどれがきっかけだったかは覚えてないんだけれども、でも一番印象に強かったの、多分私の中で、心の中で、その覚醒に一番大きなハートに影響したっていうか、魂が震えたっていうか、影響したなと思ったのは、ニーズ・ドナルド・ウォルシュさんってわかります？いや、ちょっとわからないです。はい、神との対話っていう、アメリカの方なんですけど、アメリカの方が、そういう、なんていうの、チャネリングしたお話を、その本にして、それがすごい世界的にヒットしたお話なんですけど、それが非常に覚醒につながる話でですね、私がその
EU ドナルド・ウォルシュさんの神との対話っていうものの動画バージョンがあるんですよ。それを動画に、はい、なんか子供のなんか絵本を読み聞かせ的な感じで YouTube で上がってて、うん、でそれを見て私はあの魂が震える大泣きをしたんですよね、うん、これだと思って、それで、うん、そっから覚醒の情報どんどん確か入っていったような気がするんですよ、うんうんうん、でもその前段階で、まあ、神社にちょっとこれ話すると長くなっちゃうから端折るけど、ある神社に行くっていうちょっと導きみたいなのがハイアセルフからあって、うん、まあ、でそこに行ったっていうことも多分あるんですよね。あのいきなり朝起きて写真、はい、脳裏に写真みたいな神社の手洗う手あの長寿屋の写真が友人の、うん、なんか写真がパッていきなり出てきて、あ、なんだろう、こんなことなかった今までと思って、そこに行けっていうことかなと思って行ったんですよ、参拝し、はいはい、そこで出会った人がちょっとあの不思議な方にも出会いがあってとかあって、神さんの導きがその2019年の最初の方にあったんですよ、1月か2月に、うん、でその後伊勢神宮にも参拝して、でそれからそういう情報に、あ、順応っていうと参拝で、その後3月ぐらいに、まあいいや、これは、まあいいや、まあ、まあ、とにかくその、はい、まあそのニール・ドナルド・ウォルシュさんから、いろんなスピリチュアルな覚醒に関する並木のしかずさんとか、鶴光一さんとか、そういう覚醒に関わる情報がバンバン入ってきて、でそこから、すごい私はもう、毎日4月はその情報に浸ってたんですよ、その覚醒に関する情報。そして、その時に私が悩んでた時によく見てた YouTube で見てたタロット占いの、その当時の名前は、きなこさんっていう名前だったんですけど、うん、今は改名してサライちゃんになってるんですけど、うん、その子に私からちょっとお友達になってほしいなと思ってコンタクトしたんですよ、うんうん、そしたらなんとラッキーなことに私はサライちゃんからお返事をもらえて、なんか心よく快諾してくれてお友達になってくれて、うんうんうん、でそのサライちゃんとの出会いが私の場合の覚醒に関しては、うん、一気に覚醒がぐわって上がる出来事があって、うん、サライちゃんも私とその覚醒度合いが同じぐらいだったんですよ、うん、にもで、お互いで毎日2人で LINE とかそういうので、うん、あの覚醒に関する情報、ああだよね、これってこうだよね、こうだよね、こうだよね、キャー、2人で気づき、もう今度目覚めみたいな、バン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 毎日そんな目覚めの会話をやり取りしてて、それで、それをほぼほぼ1ヶ月で私は覚醒がもう大きく開いちゃったって感じでしたね。うん、なるほど、分かりました。はい、でね、やっぱこの、すごく素晴らしいなって思うのは、あの多くの人がね、覚醒とかネットで調べるとかだけはするんですよ。うん、ただ、そこでじゃあ、そのね、サライちゃんと友達になろうって行動するって人は少ないわけですよ。うん、そうだね。そう、実はそのね、ミカちゃんがそれですって、僕が一番すごい、驚いたっていうのは、すぐにこれまでですね、もともとミカちゃん東京に住んでたわけですよ。だから僕ら東京で出会ってるわけですけれど、いきなりもう大阪に移住したよね。あ、そうそうそう、そのサライちゃんとの、はい、出会いがきっかけで目覚めました。で、サライちゃんにちょっと、うん、会いたいなと思ったんですね。で、うん、1ヶ月後ぐらいかな、まあ、それでサライちゃんに会いに行ったんですよ、大阪の方に、はい、で、まあそれがすっごい最高の時だったんですよね、うん、この魂が喜ぶこう、うん、心の交流みたいな、本当に、うん、本当に最高の旅になって、まあ、そういう、まあ、これまでも友達って最高の友達いっぱいいたけど、うん、また別のなんかこう、うん、楽しさだったんですよね、うん、で、その大阪のから東京に帰る時に、私当時東京住んでたんで、すごい違和感を覚えたんですよね、私。すごい感じたことのない胸の違和感を感じて、大阪から東京に帰るのが違和感だったんですね、うん、そこが自分のもう東京が自分の居場所じゃないっていう感覚がすごくあって、うんうん、なんかおかしい、私はそっちじゃない気がするっていう自分のハートのこの感覚に従って、うん、もう東京帰ってから私はもう引っ越そうと思うと思って言って、でもうそれを決めてから1週間ぐらいでもう検索して、物件もその後にもう内見、1週間ぐらいで内見まで済まして、契約ももう済まして、1ヶ月後に引っ越しちゃったって感じでした。うんうん、はい、ってことは、会社も辞めたってことですよね。あ、そうそう、その間にもう会社も辞めました。ですよね。そうそうそう。これ、
これはここまで行動する人は普通いないわけですよ。簡単に言うと。つまりこの覚醒するっていうけど、だからこれがまどろみでベッドのままの人にいる人じゃなくて、つまり、あ、起き上がって、あ、大丈夫かな？うん、映った。はい、バッテリー落ちた。そう。ね、つまりもう、目が覚めた頃から起き上がって、もう外に出ちゃったってことなんですよ。そうそう。そこまでするって、外を出てまさに本当の太陽を浴びて、本当の覚醒みたいな感じ。だっていつも思ってるんですよ。実際それはリカちゃんがそこまで、普通やらないとこまでの行動をしてるっていうところがとっても大きいと思うんだよね。実際ってね、今までずっと働いてきてたよ。いきなり会社辞めるってとっても勇気いるし、で、今までずっと東京にいたのに、大阪ね、全然、ね、大阪にいっぱい友達がいてとか、ね、うん、学生時代に大阪に住んでてとかではなく、いきなり大阪に住むとかっていう、ね、うん、普通だったら恐れがあってやらないことなわけですよ。そう、みんなに言われた、普通って、そう、転職、まあ、仕事か、うん、結婚どっちかって思うみたいで、みんなに聞かれて、うん、なんで引っ越すの、え、仕事結婚って聞かれて、彼氏とかいろいろ聞かれて、いや、ごめんなさい、全部違いますみたいで、ぶっちゃけ直感から引っ越したじゃないですか。だから、なんで私が本当に引っ越すのかもわからないまま来てる。今もわかんない。今もなんでここにいるのかがまだわかってない。その左脳ガチ、そうそうそう。まさに左脳ガチガチ人間だったら絶対やらない選択を実際はして行動したっていうところ。そう。それがやっぱり一番大きい。で、実際、本当に僕ら決断が大事なんです。いつも僕言ってるけど、スピリチュアルな能力とか関係ないんですよ。ね。能力が高いから覚醒してるとかって思ってる人いるけど、これは大きな誤解で、そうじゃないよねっていう。そういうこのインスピレーションに従って行動できるっていうこと。ね。そこに、だって、リスク失敗するとかっていう恐れとかあるのに、それを飛び越えていっちゃう。行動するから人は本当の意味で覚醒するんであって。でも、能力でとかなんとかじゃないよっていうことを、本当にこれを皆さんに知ってほしい。ね、そう。だって、なぜなら地球は、本当いつも言ってるけど、行動と体験の星なんで、わざわざ僕らは肉体を持って行動して、何かを意図したら行動して、その結果のいろんなことを、ね、受け取る。経験したり、いろんな感情ですよね。失敗するときもあるし、悔しい思いもするかもしれないし、喜びを感じるかもしれないし、で、それをいろいろ経験することが成長になるから、そう。そう。だから行動が大事なんですよね、すごく。行動と体験が。ね、で、それをやっぱインスピレーションに従って、ミカちゃんはやったから、こういうふうに、すごく軸がね、やっぱり、スターシートって多くの人、なんかふわっとしちゃってて、ブレちゃってるんだけど、軸がしっかりしてるっていうのをすごく感じる。なるほど。なんか私の場合は多分もともと行動派なんですよ。フットワークは軽いって昔から人に言われて、うん、フットワークの軽さはもともとあるんだけど、うん、それにしてもずっと私海外に住みたい願望が強い人だったのに、うん、そんなにフットワーク軽くて海外に住みたいと思ってたのに海外に移住しなくって、うん、関西にはポンって移住できちゃったってことも、うん、なんか自分の中ではなんとなく海を感じてるし、うん、あと私の場合は結構好奇心が旺盛だから、うん、もう関東ではなんか学び尽くした感がもともとあって、その時点、うん、で今度西日本のこと何も知らなかったから観光気分で私引っ越してるんですよ、そもそも、うん、楽しいなみたいな、今も観光気分、うん、そう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 、でもそれがすごい大事じゃんって、ハートが喜ぶとか、で、バシャルも言ってるけど、つまりワクワクすることって大事で、そう、それに向かってやっぱ行動していくっていうか、なんかその、これをやった結果どうなるかとか、このやらやった結果お金を稼げるかとか、他人から評価されるかとか、逆にバカにされ、嫌われるかとか、そういうことをみんな気にして行動をしないわけですよ。じゃなくて自分の純粋なこの思い、気持ち、で、なんかワクワクするって好奇心とかあって行動していくって、とっても大事。なんだよね。だから子供の心って言うんですけど、これを。そうそうそう。子供の愛とか子供の心って言って、実はこれを表現できてない人がとても多い。なんか私はすごい信じてるんですよね、自分の直感を。なんかその、今はその理由がわからないけど、その行動、何につながるのかわかんないけど、でも絶対こうそれには意味があるっていう、まあ、信じてるか、なんか
深いところで信じられるからかな、だから動けるのかな、はい、うん、そうです、あ、素晴らしい、その深いところで信じられるって言って、うん、まさにそうなんです、あの霊的成長度イコール自分への確信度なんで、自分を信じるって無条件で自分を信じるっていうその確信度信頼度イコール霊的成長度なんですよ。スピリチュアル能力の高い低いじゃないっていう、そう、高い人は結構いるけど、高いけれど自分を信じられない、自信がないって人いっぱいいるじゃないですか、こういう人大体フラフラしちゃってるんですよ、そうじゃないですよ、やっぱり別にスピリチュアルな能力なんて持ってないけど、いろんな分野で会社の経営者の方から、スポーツ選手からミュージシャンとか小説家とか、いろんな分野の方ですごく霊的成長されてる方って、やっぱり自分に対する信頼と確信度が高いですよね、そうそう、だからこっちが本真実って本当に思う、だからこそ多分美香ちゃんそうやって行動したんで、実際すごくそこからやっぱり成長、霊的成長のがスピードが速かったんじゃないかなって、やっぱりその主にはその一番、まあ、目覚め、そういうマサライちゃんとの出会いもあって、3ヶ月ぐらいかな、覚醒してから3ヶ月ぐらいが濃縮されたあの覚醒期間で、それからもう私の中では実践編みたいな感じ、もうここで実践、サライちゃんも私もそれぞれのフィールドで実践していくみたいな感覚だったかな。でお互いやっぱりもう目覚めた状態での友情だったから、自分が例えば LINE するじゃないで、返事したくなかったらしないの、既読するするの、でそれを別にもうお互いそういうの分かってるから、責めるとかそういうの別にないし、でそれ返事なかったらそれがその人の答えで、返事したいと思ったら来るんだなみたいな感じかな。もう全くあのよくある女子の友情とは違う、あのそう、そうなの、精神的、あの女子がトイレに一緒に行くのとは違うそう、まあ、精神的自立によるやっぱりそういうね、あの互いに成長できるね、いる関係性っていうか、そう、あのまあリスペクトするっていうかね、その人を尊重する、お互い、そう、それすごい、あの今は女の子同士の友情って話ですけど、これパートナーシップも全く同じだと思うんですよ、互いにやっぱ尊重し、あのね、共に成長していけるっていうような関係性、だからこそ本当に、まあ、お互い精神して的に自立した男女だからこそ本当の意味で一緒に成長をしていけるパートナーになるんで、だからこれは友情、友達関係だけじゃなくてパートナーシップに共通するから、私はたまたまね、その相手が、あの女の子のお友達とだったんでね、きっとそのね、いやすごいだからソウルメイトだと、そのサライちゃんは美香ちゃんにとってすごいソウルメイトだと思います。そう思う、本当にもう感謝でしかないなっていう感じ、それもさ、ちょっと何ヶ月か前もサライちゃんに伝えたんだけど、本当に感謝してるって、もう、でも私がサライちゃんが多分サライちゃんだった必要がやっぱり今思うとあって、なんでかっていうと、サライちゃんって YouTuber でしょ、でまあすごくあの、まあ、YouTube 慣れてるじゃない、で私は最初ブログやったけど、当時はだよ、あの覚醒した当時は YouTube なんて私も、もうおこがましいみたいな、こんな私がみたいな、そういうちょっとなんていうのかな、結構自分好きではあるけど、そういう人前に出るっていうのは意外とそういう、友達の前では私結構態度でかいけど、動画とかではそう、ちょっと私はちょっとみたいな感じなのね。もうで、だからそういう YouTube なんてやるなんて1年前は全く思ってなかったんだけど、でも、その、やっていくうちに、そのブログだけじゃやっぱり自分が広めたいことって、やっぱ今後は動画のね、時代だと思ったから、ちょっと挑戦しないとダメかもと思ったのね。ダメって言い方はないけど、自分の志があるんだったら挑戦した方がいいんだろうなと思って、それでちょっとあのちょっと飲みの心臓の勇気を振り絞って、あのサライちゃんにちょっと協力してもらってね、最初緊張するから、まあ、ちょっとあの一回一人で、ライブ配信のやつ、違うアプリのやつ試して、もう震えながら最初やったの、一人で本当に震え、ガタガタしてやってたの、でも大丈夫、そんなに見てないからみんなっていうのが結構、で、ライブ配信で慣れてって、やっぱ生でいろんな人が話しかけてくるから、こういう今ヒロさんと話せる感じでっていう感じで、私結構人がいると話せるのね、だけど一人で YouTube で話してるっていうのが苦手だったのね、
だけど、うん、最初そういうライブ配信系でちょっとか人と絡ませてもらったから慣れたの何回かやって、2回、2、3回目からだいぶ態度でかくなって、うん、あ、どうも、みたいになっちゃって。で、もう、で、それで YouTube で一人で撮り始めるじゃない？まあ、もう2、はいはい、3回目はもうね、もうやったもん勝ちだよって感じ、もう全然、うん。そうそうそう。本当にそうで、多くの人が失敗をすごい気にして行動をしないんだけど、うん、そもそもなんかね、失敗しても死なないし、死なない、死なないし、そう、なんかね、なんか失敗するとみんなすごい残酷なことが起こると思っちゃってるんですけど、うん、科学者とかエンジニアの人とかね、うん、そういう人たちって、うん、研究者の人たちって、うん、ある成功するために膨大な数のテストをやって失敗してるじゃない。うん、そうだね。で、それを、それで失敗するっていうのは一つ可能性が仮説とかが潰れたので違うところに行けるから、それだけ真実っていうか正解に近づくっていうことなんで、彼らはいちいち失敗なんて気にしないわけですよ。むしろ失敗するってことはそれだけ成功に近づいてるよっていう、うんうんうん、そう、だからこっちなんですよ、本当の真実は。なんだけどみんな一回失敗したらもう私の人生ダメみたいに思っちゃってから行動しないってことが起きちゃってるけど、そうじゃないよねって、うんうん、失敗なんてないよ本当にって、必ず最後までやり続ければ成功するんだからって、うん、それもうちょっと100回ぐらい言い聞かせてください私に。そう、でもそうそう、これ本当に大切、すごいやっぱそういうふうに今美香ちゃん今の引っ越しもそうだし、そういうライブ配信 YouTube ってやっぱり自分が苦手なこととか、でも未知の領域で多分その先に何かあるって思ったりとかあるから実際行動してるって、うんうん、うね、きっと僕もさ同じだし、起業していくっていうことをやっていくのって常に未知で、うん、でその中でブログもそうだし、この YouTube もそうだし、いろんなことやってったりとか、いろんなサービス新しいの提供したりって、やっぱりこういう未知へのチャレンジをしてるから進んでいって本当に覚醒、うん、さらにそこからの成長っていうのがどんどん起こっていくんだよねっていう、うんうん、だからそれで言うとヒロさんとの出会いもそうなんだよ。だから私が、うん、その覚醒してって、うん、夏か秋頃くらいにヒロさんを私が YouTube で見つけて、うん、偶然にね、うん、そうだね、そうそうそう、そう、そういう出会いもご縁というか、はい、ね、ご縁ももともとあったかもしれないけど、私が多分覚醒したことによってそのヒロさんにアクセスする領域になったのかなみたいな。でもすぐそれでなんか8月に僕が去年大阪出張行った時に、うんね、まだまだ茶髪、あ、金髪じゃなくて黒髪だった美香ちゃんに、そう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 、大阪で、大阪のリッツカールトンで、うん、はい、うん、そうそう、会ったりとかして、そうそう、うん、すごい結構スピード速く、うん、そうだよ ね、そうそうそう、そうそうそう、目覚めてってやっぱそういう活動していく中でまた別のそういうスピリチュアルな、はい、まあ、ソウル、いわゆるソウルメイトであろうっていう人たちとやっぱ、うん、出会い始めて、私もこれまでの人生で多分そのまず目覚めなかったら、そしてこの活動しなかったら出会えなかったであろう人たちと今出会ってるっていうのはすごい感じてるんですね、うんうん、そうね。あとね、今気づいたんだけど、今ふっとあの頃の美香ちゃんと今比べてっていうので、うん、前より柔らかくなった。本当？うん、女性性が前よりも多分強くなった感じ。本当に分からない、うん、自分で分からない、する、柔らかくなってる、エネルギーも柔らかくなってる、もっと前ねソリッドで尖ってた。あ、でもね、確かに YouTube 私の動画一番最初から見てくれてる人が言うには、はい、最近柔らかくなってきたねって言われる、うん、きっとねすごくファンがいっぱいね、ねガチャファンがねいると思う、うん、やっぱり、うん、本当スターシートの広報担当みたいなもんなので、そうそうそう、そう、多分だからそういうのでどんどん、ね、広げていくよねって思うし、やっぱあと女性結構、あと美香ちゃんそのサブちゃんみたいなとこもあるけど、なんかバイオリンやったりとか、バイオリンだって昔やったことないのにこれまで大阪行ってからやったりするわけでしょ、なんかカラオケで一人歌ったりとか。あ、バイオリンは一応前から持ってるのね。前のやつなの、うん、でもあれじゃ数年前に買って、うん、もうほとんどやらずに、練習やらずに来てて、だからも、うん、やってないのと一緒だから持ってるんだけど、うん、何年か前に買ったけどほとんどやってなかったからやってないのと一緒、うん、でもそれをやって、それをなんか YouTube に載せちゃうっていうぐらいの思い切りをやっぱやってるのは潔、うん、やっぱいいよねっていう、
本当になんかもう自己表現の時代なんで今、本当に。そうなんか自分をどんどん表現していくことすごい大事だから、いいよねって本当に。なんかそういう人がもっと増えたら、あの別に YouTube 顔出しなんかしなくてもいいけど、どんな形でもあるけど、自分をとにかく外に表現していくっていう、ことがとっても大事で、それで結局、なんだろう、それ自分の魂を喜ばせることが一番の魂の成長につながるんで、どんどんやってほしいんだよねって、みんなに。そう、私お手本なの、すごく。あの私もそれ多分 YouTube やってなかったらやってないんだけど、人にねなんか過労破りましょうとか言ってるのにね、うん、そうそう自分が破ってなかったらそう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 でもならないじゃん。だからそういう一環で自分軸ぶれない自分、まずは自己表現っていうので、自分がしたいことをやりましょうっていうので、私はもう恥を捨てて、へったくそなバイオリンを演奏してアップしたりとか、カラオケとか好きじゃないんだけど、本当はね。好きじゃないんだけど、でも最近なんか、あの歌っていうのがちょっとポイント、スピリチュアルな歌を歌いたいっていうのはあったから、普段は歌わないけど、このたま YouTube のためにだったら歌ってみてもいいと思ったの、みんなのためにだったらね。なるほど、はいはい。人に聞かせるためとかっていうわけではなく、そういう目的のためなら私は殻を破れるのね。なるほど。そう、うん、そういいですね、エンターテイナーの、なんかそういう。あの、要素とても大事っていうか、本当に。うん。なんか本当にそう、自分一人の力だけじゃなくて、そういうふうに僕もお客さんとかいることによってやっぱり新しい成長するし、うん、お客さんはなんかそういうのでもっと良いものを提供したいなと思うから、いろんなところとか、あの、うん、いろんな、ね、あの講座とかも自分でお金たくさん払ったりとかしてさらに受けたりするとか、やっぱチャレンジするので、うん、本当一人だけだったらそこまでチャレンジ、ね、しないと思うから。しないよね。うん、うん、すごくね大きいと思う。あ、だからね僕もちょっとね、本当はね、YouTube、こういうなんか YouTube 集客とか、一応僕企業コンサルタントでもあるんで、うん、言うと本当にお客様のお悩みのことだけ、関することだけあげろとかっていうのが言われるし、うん、成功してるようなプロデュースみたいな、僕プロデュースとかついてないけどあの、うん、でもなんかもっと楽しんでやった方がいいんじゃないっていう、うんうん、だからちょっとそういうのもあげてっていいよねっていう、うんうん、いろんなもっと、うん、楽しむ、うん、最近そのやっていく中で気づいたのがね、あの私の目的ってその日本だけじゃなくて世界中にねこう、うん、覚醒とかあの次元上昇になるきっかけを与えたいっていうのがすごい強いので、ね、うん、で、うん、その中で波動やっぱ一番何が上がるって言ったらやっぱ楽しんでるんだよね。楽しむことってすごい波動高いじゃない、うん、だからそれも結構最近提供したいっていう意図もあった、うん、それもあった。そうね、うんうん、そうそう、どっちかというと自分のエネルギーを発信するのに YouTube とかってすごい向いてるって、うん、ブログとかあの、ね、いろいろインスタとかいろいろあるけれど、やっぱ動画ってそれだけエネルギー量をたくさん伝えることができるんで、うんうん、だからそういうのでどんどん発信するっていうことで、やっぱそれってライトワーカーが光をどんどん外側に放っていくことなるから、うんうんうん、でそれを見たどっかの誰かがやっぱりそれによって何か気づき得たりとか癒されたりとかあるから、やっぱライトワーカーそういう風にどんどんね、なんか自分出していくといいなって思います、うん、はい、だから本当にミカちゃんみたいなね、こう僕こういう女性、今いろんな悩んでる女性たち多いと思うんですけど、うん、このミカちゃんのような生き方してる人って、ね、ちょっと先にスタンデルスターシードの人とかっていうのはすごくお手本となるので、ぜひですね、うん、あのミカちゃんのチャンネルのリンクもですね概要欄とか貼っておきますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。あと実はこれ以外にですね、ミカちゃんと対談動画、ミカちゃんのチャンネルの方でアップする、ね、僕らの対談動画っていうのもあるので、ぜひそれもね見ていただけたら嬉しいなと思います、はい、思います、はい、ということですね、今日はあのちょっとですね、あのお酒を飲みながらあのオンライン飲み兼この対談動画っていう形でちょっとお話ししてきたんですけど、もう実はでもこの裏側でもね全然話が尽きないので、またちょっとね、うん、今後また対談動画とかを作っていこうと思うので、なんかね聞きたいこととかもぜひあったらね、質問とかいろんなコメントとかももらえたら嬉しいですし、ね、高評価ボタンとかと、ね、お互いのチャンネルのチャンネル登録もしていただけたら嬉しいかなと思います。はい、ぜひぜひ。はい、はい。ということで今日はこんな形でね、あの対談動画、スターシードの、ね、覚醒に関する対談動画をお届けしました。今後もいろんな動画が出てきますので、よろしくお願いします。
では、ありがとうございました。ありがとうございました。